みんなに聞いたこの武器のいいところをまとめて紹介します。イルカが可愛い、サブスペ忘れたからこれしか言えん。わかる、このデザインマジでいいよな。任天堂のデザイン担当に神いるからね。ちなみに個人的な武器デザナンバーワンはソイチューバーです。この醤油チュルチュルめっちゃ可愛くない？みんなはどの武器デザが好き？ぜひともコメントで教えてください。何回か使ってみたけど思っているより全然強くてびっくりした。エイムがバッて死ぬことがめちゃくちゃあったけど、エイムがいい人使えばかなり強いと思う。エイム頼りな武器だけど思ったよりメインのキル性能が高めだから、そこそこには活躍できるよね。普段ローラー使いのテッツンが使ってもそこそこにキル取るだもん。試合的には5000やって1勝しかできなかったけどね。この武器ならもっと勝てるよって思う人はチャンネル登録よろしくね。敵にいたら硬すぎていつも発狂してる。タンクとしての役割を完璧にこなせる両武器。サブスペが完全な守り構成だから圧倒的なタンクになるよね。こいつだけ装備ガチガチなんよな。あと一発で倒せそうってなったらシールド出されて延命されるし、シールド壊したらバリア剥かれて倒せないってことが結構多い。要塞並みの硬さあるよ本当に。一発で倒せた時の快感がたまんない。3回当てるの気持ちよすぎだろ。3点バーストのロマンと音で絶頂できます。音がいいって意見マジで多かった。このリールガン特有の倒した後のピチュンって音ほんといいよね。この音があるおかげで爽快感が100倍になってる。リールガンこの音にしようって決めた任天堂の神采配めっちゃ安子。一撃で倒せる、射程が長い、クッソ強い、これがいいところです。案外射程も長いよね。使ってみてあここまで届くんだってことが結構あった。背の強いシューターだけど、慣れちゃえばこの射程の長さと一撃で倒せるパワーが最強の武器になる。ここからは H3 リールガン D に対してちょっとここが物足りないなっていう意見を紹介していきたいと思います。みんなに聞いたこの武器のちょっと物足りないところまとめて紹介。ジャンプ打ちするのにジャンプ打ち中にバリア置けないのが使ってて若干不便。ちゃんとこの武器使ってる人に意見っぽいね。スペシャルのバリアは地面に足がついてないと置けないんよね。リールガンはジャンプ打ちで運用してる人もいるから、そこは相性が悪いのかもね。ジャンプ打ちしてからバリア出すとバリア展開中に倒されちゃうってこと結構あったから、これは辛いよな。スペシャル無駄になっちゃうし、無印も D もメイン寄りの構成だからな。守りに特化している武器、サブがシールド、スペシャルがバリアで攻撃性能がほぼほぼないから、キルは己の腕次第になっちゃうよね。エイムが他の集体でも大事な感じはめっちゃある。クロート向きの武器だよね本当。使いこなせる人尊敬するわ。強いけど使いづらいんだよな。強いけど難しいから使われない。そうこれなんよ、強いけど難しいの。一回使ってみるかーって使うとうまく立ち回れなくて使うの諦めちゃう。他の武器とはかなり異なった性能だから、繰り返し使って慣れないとうまく使いこなせないよな。影が薄くて空気みたいなところ、本当話題に上がらないよな。今回の新武器の中で一番話題に上がってないまである。悲しい子なのよ。てなわけで今回は妙に影の薄い子 H3 リールガン D を紹介させていただきました。みんな使ってあげてね。